goodair.com。 2月21日金曜日、今日は何の日ですかい。というわけで、今日2月21日金曜日、今日はどんな日のコーナーをご紹介していきます。さて、今日2月21日なんですけど、今日は漱石の日という日になっております。まあ言わずと知れた夏目漱石でございますけども、1911年明治44年の今日2月21日に文部省庁が作家夏目漱石に文学博士の称号を与えるというふうに伝えたんですね。ところが夏目漱石、まあやる男ですね、自分には肩書きは必要ないと言って辞退した日が今日2月21日漱石の日というふうに言われているそうでございます。まあ夏目漱石、正式名称は夏目金之助さんでございますけどね、結構ね精神的に弱かった人だって聞いてるんですけども、熊本にも縁のある方でございまして、今の熊本大学、熊本第五高等学校なんかで英語の先生をしてたという逸話もありまして、まあその今ではね本当の話じゃないって言われているんですけれども、昔、日本語で相手に対して好きですっていうのはなんて言うんだというふうに聞かれた、外国人に聞かれた時に、私は、日本語で好きです、愛してますと相手に伝える方法は月が綺麗ですねと言ったっていう話ですね。でそれに対して女性の方が答えるのは、死んでもいいわって言ったらば、それがお互いに I love you と言ってるんだなんていう逸話が残ってる、そんな夏目漱石の日が今日2月21日なんだそうでございます。夏目漱石、実はですね、僕が言ってた母校の九州学院ってところの校長の話もあったらしいんですけれども、ムシムシしてジメジメしてこんな暑くて湿気の多いところ住めるかと言って、まあ、熊本から出て行ってしまうわけなんですが、まあ、そんな夏目漱石の日、今日2月の21日でございます。でもう一つありまして、これ毎月21日なんですけれども、正式には3月21日が本ちゃんの記念日に当たるんですけども、宮崎県宮崎市に本社を置き、蕎麦焼酎雲海や麦焼酎いいともなどの本格焼酎やリキュール、ワイン、地ビールなどの、酒類を製造販売する雲海酒造株式会社が制定した小引きブルーの日という日にもなっております。もう最近ではかなり知られることになりました本格焼酎、本格芋焼酎ですね、小引きブルーなんですけども、全国発売したのが2017年、吉田羊さんがね頑張って支援をしてたのを今でも覚えていますが、それが発売されたのが3月の21日ということで、1年を通して飲んでもらいたいとの思いから毎月21日が小引きブルーの日という日に制定されているんだそうでございます。まあ小引きブルーもうまいんですよ、本当にうまいんですけれども、今日ご紹介したいのはこの小引きブルーから話をそらしての、僕が住んでいます熊本県、その熊本県のタラギという町があるんですけれども、タラギで現在ですね、タラギブルーなる焼酎が現在作られています。こちら米焼酎ですね。タラギブルー、なんだそれはと思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、タラギ熊焼酎プロジェクトっていうところが現在やってるものだそうで、約700年もの間隠れ里として存在し続けた熊本県のタラギ町で、その地で500年前から受け継がれてきました、秘境の名酒熊焼酎、まあ、熊焼酎お聞きになったことがあるかと思います。その熊焼酎と美容効果が期待できると言われるハーブバタフライピーを組み合わせた新しい焼酎タラギブルーというのが現在開発中なんだそうでございます。これね、もうとにかくね、昔ながらの手仕込みで日本一にも輝いた米焼酎にその、ハーブを入れてですね、美容ハーブを入れてヘルシーなお酒にしてしまおうという、まあ、こういう企画なんですが、このねタラギブルーが、その名前からもわかるように青色のタラギブルーっていうのがあるんだそうでございます。でね、色がもう本当に美しい青なんですよ。これはもう見てもらわないとお分かりにならないというような、そんな美しい青を見せてくれるタラギブルーなんですが、これに入っているねこの美容ハーブバタフライピー、このバタフライピーのおかげで、なんとこのタラギブルーという米焼酎は色が変わるんです。で実際にもう出来上がっている焼酎自体に色がついているものがあるんですが、これね、なんとですね、酸性のものに反応をするんだそうで、このタラギブルーにお塩を一つまみ入れたりとか、それからレモン汁を入れたりとかすると色が変わるんですって。でこのまたね、そっと入れてあげるとグラデーションの美しい紫色と青色が合うという、まあなんともおしゃれなお酒なんでございます。これね、まだ市場には出回ってないらしいんですよね。なので、おそらくですけれども、まあ
金を集めたりとかしてですね、現在作っているんじゃないかなと思って調べてみたんですが、まもなく発売されるとか、もう発売されてるとか、いろんな情報がありますので、これはね、ぜひたらぎに行って詳しい情報をゲットしてきて、皆様にご紹介をしたいなというふうに思っております。ちなみに1本6000円ぐらいするらしいんで、すぐには買えないと思いますけれども、もし気になった方はたらぎ町に行ってですね、このたらぎブルーゲットしていただけたいと、いただけたらなというふうに思うわけでございまして、今日は何の日のコーナー、今日は夏目漱石の日、そして小引きブルーの日からたらぎブルーのお話ご紹介させていただきました。今日も一日あなたにとって何か意味のある素敵な一日でありますように。今日はここら辺で、元気な一日過ごしていきましょうね。あとぜき TV をご覧の皆さん、おはこんばんにちは。ゼウス、シャレです。二人合わせてサネウス、よろしくお願いします。高島の YouTuber、薩摩ジャパン TV として、毎日投稿を頑張っております。この動画を見た皆さんも、いろんな方に拡散していただいたりとか、薩摩ジャパンという名前でいろんな方々に売り込んでいただいたり、うちらの動画を見てチャンネル登録、グッドボタンお願いします。お願いします。というわけで明日までチャンネルます。鹿児島の、魅力や観光地などお伝えできればなと思っております。明日、明日、はい、これぐらいがやっちゃう。いやー、冬の花火っていうのもいいもんですね。ちょちょちょ、シャリだ。おおおお、やらすぎでしょ。シャリだ。あおおシャリだ。ドラえもんだよ。ドラえもん、ドラえもん。何そのキャラ。何そのキャラ。Thank you for your listening. Good Air .com. Stay tuned. 九州をテーマに、九州を盛り上げようと頑張ってお届けしていますインターネットラジオ Good Air では、現在皆様からの情報を募集しています。観光情報、イベント情報などなど、九州にまつわるものなら何でも OK です。お店の紹介をしてくれとか、そんなんでも全然 OK ですよ。原稿書いてくれるならガンガン CM とかもね、流していきますので、ぜひぜひ情報をこちらまでお寄せください。お待ちしております。詳しいことはインターネットラジオグッドエアの YouTube の概要欄の方、こちらをご覧いただきまして、メッセージを送ってもらったり、メールを送ってもらったりと、そういった方法でこちらまで情報をいただければなというふうに思っておりますから、どうぞよろしくお願いいたします。お相手は中村健太郎でした。また次回よろしく。バイバイバイ。 Good Air .com. Your listening station is Good Air .com. You can enjoy music and talk. We are waiting the message from you. Please send us mail. ASANETA@GOOD-AIR.com. Stay tuned.